山口百恵が中学2年の時に出会い大ファンになった歌手は誰でしょうか。正解は西城秀樹さんでした。西城秀樹さんは1972年3月25日、百恵さんが中学2年に進級するタイミングで、恋する季節で歌手デビューしました。百恵さんは秀樹さんを雑誌で見かけ、素敵な人だな、とファンになり、歌を聴くより前にレコード屋へ行って、恋する季節を購入したそうです。それからはテレビを見たり、ブロマイドを買ったり、雑誌を切り抜いたり、部屋にポスターを飾ったり、と熱心なファンになりました。